不適切な会計処理について、派閥の幹部の立場にありながら、適正な対応を取らず、大きな政治不信を招いた社の政治責任は極めて重いとの審査結果でありました離党の勧告、塩谷竜、世耕弘、重や両議員処分は、安倍派のキックバックの復活をめぐり協議した4人の幹部のうち、 派閥の座長を務めた塩野谷氏と参議院側をまとめていた世耕氏を8段階ある処分のうち2番目に重い離党勧告また協議に参加していた西村氏と下村氏については党員資格停止1年高木氏は党員資格停止6か月としていますそのほかいわゆる安倍派5人衆の松野前官房長官や萩生田前政調会長と 二回派で事務総長経験者の竹田氏ら9人を党の役職停止1年としました処分を受け、世耕氏は次のように語りましたこの度、自民党より私に対して離党勧告が発出されることになったことを受けまして当時、参議院政風会会長であった私が 政治的責任を取るべきであると考えまして、今回は弁明書を提出することもせず、決定に従って離党することを決断をさせていただきました。